谷翔平選手を応援するファンの皆様、新月ハンディマンです。4月31日対タイガース第3戦、大谷翔平選手はベンチスタートとなります。大谷翔平選手の活躍に期待したいと思います。それでは参りましょう。レッツプレイボール。今日の大谷翔平選手は完全休養となりました。エンゼルスの方は残念ながら負けてしまいました。エンゼルスは明日から1日お休みを挟んで敵地で戦います。エンゼルスがホームに戻ってくるのは8月12日ピッツバーグパイレーツとの対戦になります。それまで大谷翔平選手の活躍を動画でアップすることはできませんのでご了承ください。大谷翔平選手の敵地での活躍に期待したいと思います。それではまた。